中国の人権問題を題材にしたドキュメンタリー映画フリーチャイナが近日台湾各地で上映されています。台北の上映会には有名作家や外国メディアの記者も出席しました。フリーチャイナはファルンゴン学習者が中国で受けた残酷な迫害を描いたドキュメンタリー映画です。5日台北の上映会には本局のイギリス人キャスターハオイーボーと映画の主人公の一人ジェニファー・ジェンさんも出席しました。台湾の有名作家ヘイロさん、ホンチョンチューさんの叔父、ポーランド中台湾の記者も上映会を訪れ映画を鑑賞しました。生命、自由、尊严、还有这个宗教信仰、种族、这些都是基本的人权啦。但是在对岸，它是应该说在对岸的一个环境下是遥不可及啦。不敢置信的故事，我真的很感动。我觉得，特别是看这些法轮功学员那么勇敢，看他们的勇气，也觉得他们面对那么大的破坏，但是还是可以坚守他们的信仰。主人公のゼニファー・ジェンさんとツーショットを撮ったポーランド人の記者カンナさんはポーランドでもぜひ上映してほしいと述べます。我希望很多国家的人包括 我国家波兰人可以看这部电影，希望他们可以更了解这种的破坏在中国还是到现在发生。映画終了後多くの観客は主人公のジェンさんを取り囲み中国の人権状況に関して質問しました。我觉得我们知道这些事情正在发生，我们不能静声。就算我们没有能力反抗，我们也要说话，让更多人知道。中国有没有自由？有没有思想的自由？有没有信仰的自由？它确实是关乎到世界，关乎到台湾，关乎到香港。尤其通过最近的太阳花运动啊、雨伞运动啊，更多的人意识到。那么反过头来再来看《自由中国》这部电影的时候，可能能够引起更多人的共鸣。また、本局の人気キャスター、ハオイーボーとツーショットを撮るために、多くの観客が列をなしました。黄色の傘を掲げて、香港の雨傘運動にエールを送りました。新唐人テレビがお伝えしました。